フリッツ・トート、フリッツ・トットット、フリッツ・トッ,ドッ,ドフリッツトッとも、1891年9月4日から1942年2月8日は、ドイツの土木技術者で、1922年に入党した、サンナチストーイン、突撃隊大将、1940年からを務める。1891年に、プフォルツハイムで生まれる。父親は、 小さな工場の経営者であった、ミュンヘン工科大学で土木工学を学び、カールスルーエで学位を取る。1922年にナチス党員となった古参党員の一人である。1933年からヒトラー政権のアウトバーン建設総監となり、第二次世界大戦開戦までの短期間に3300キロ以上のアウトバーンをドイツ国内に張り巡らせた。 当時は国有自動車道路ライクソタバンと呼ばれていた。1938年にはノーベル賞に対抗してナチスドイツが制定したドイツ芸科学国家賞を受賞する。1938年5月にトート機関を引き、インゴジークフリート船、大西洋の壁等の軍事構築物の建設にあたる。U ボート艦隊司令長官のカールデーニッツ提督の要望に従い、 潜水艦が直接大西洋に出撃できるフランス、大西洋岸のロリアン、ブレスト、サンナゼール、ラ、パリス、ボルドーに複数の U ボートを同時に収容、修理でき、大型爆弾の直撃にも耐える大型延滞号のある潜水艦基地を1940年から1942年まで建設した。ドイツはこれを U ボート文化と呼んだ。また彼は、 唐都機関を通じて、占領地の住民や収容所の囚人、捕虜を強制動員して、こうした軍事施設の建設を行わせた。この過程で、多くの労役者が過酷な労働環境の下で死亡した。1940年からは、正確には、兵器、弾薬大臣となり、弾薬、兵器生産の責任者となる。しかし、とうは一貫して、 戦争には反対の立場を示していた。とうとうは、資源が限られたドイツは、米英その大国との総力戦に敗れるだろうと、直感し、ヒトラーに何度も、早期講和を訴えている。1942年2月7日、オストプロイセンの総統大本営ボルフシャンツェを訪れ、ヒトラーに再度即時停戦と講和しなければ、破滅的な状況が訪れると説得したが無駄に、終わった。 翌日、失意の中、トートは本営を後にしたが、その日の航空機墜落事故によって死亡した。一説には絶望したトートが、飛行機内で自爆したことが、墜落の原因との見方もある。ベルリンのに埋葬されている。彼は、アウトバーンの建設などで優れた仕事をしたが、その発言力は小さかった。例えば、彼は、イギリスとソビエトとの二正面作戦は、 国家の破滅につながるとして、独組戦はやめた方がいいと提言したが、ヒトラーに一周されている。また、後に、アルベルト・シュペイヤが実行に移す部品の共通化などによる効率的な生産体制の構想を、彼は、すでに持っていたが、十分な政治的権力を持っていなかったために、根回しができず、結果的にはヒトラーから全幅の信頼が寄せられていた公認のシュペイヤの、 功績となってしまった。世界の高速道路の原点となったアウトバーンは、シビルエンジニアや建築家、造園家の共働き作業によってもたらされた技術と、英知の結晶であり、第三帝国のミステリーとも言われた。アウトバーン建設局の初代の総監督者になったのが、トートである。総監就任当時、ダルムシュタットとハイデルベルクを結ぶアウトバーンを見た、トートは、 まず高速道路をまたぐ橋梁のデザインの酷さに落胆し、橋梁のデザインについては建築家、パウル・ボナーツ、構造については、シュトットガルト工科大学の橋梁工学の教授であったカール・シェヒテルを招集。ランドスケープについては、オット・クルツ、そしてミュンヘン氏の造園家であったアルブーン・ザイフェルトに協力を依頼している。トートはアウトバーンを統一したコンセプトのもとで、 計画する必要性を痛感し、風景と土地とは人の生活と文化の基礎であり、人を養育し文化を育む故郷である。技術者は社会の基盤を築くものであるという認識を持つならば、風景と土地が保存されるように仕事をし、かつ、ここから新しい文化価値が生まれるように構造物を設計し、創造する義務を有していると述べたという。 風景に融合した道路の建設こそ、当時のアウトバーン建設局の目指すものであり、当都のコンセプトに賛同したポナーツは、アウトバーンの目指すべき橋梁は、美しいプロポーションを備え、浮かぶように軽快で、しっかりと荷重を支える印象を与え、かつ力の流れが明白なデザインであると考えた。これは純粋な工学的フォルムを美しく、造形しようとするシェヒテルの考えとも共鳴した。 1935年、帝国交通省の総監督に任命されたシェヒテルは、ボナーツと共に、アウトバーンに計画される橋の美しい造形と、完璧な建設をスローガンとして、アウトバーン管理局を設置する。これまで、橋梁のデザインに関しては互いに反感を抱いていた、ドイツの構造エンジニアと建築家の関係は、この二人の出会いによって修復され、 橋梁のデザインに関する新しい歴史がここに始まったという。トートラの業績として重要な点は今日ではアウトバーン建設局において美しいデザインを実現するためのシステム作りが行われたこととして知られる。国内にアウトバーン管理局のもとに上級建設管理事務所アブックを設置、それぞれの事務所に建築家を配置することとし、これによって 似たような単一デザインが繰り返されることを防止した。さらに15のアブックで実施したデザインはすべてシェヒテル、ボナーツの所属するベルリンの管理局に送られ、審査を受けた後指摘事項を文書やスケッチによって通知される仕組みとした。このように中央でデザインを管理することによって、有能な建築家、エンジニアや造園家の発見と育成が行われた。一方、協量のデザインだけではなく、 道路のデザインについても器具を抱いていたトートはザイフェルトに手紙を書きミュンヘンとホルツキルヒエンを結ぶ20キロのアウトバーンの建設に際ランドスケープの観点から道路を造形することの重要性を解く一方建設局の造園家として協力してくれるよう要請した手紙には失われたドイツのランドスケープを再生をさせるためにノリ面勾配をこれまでの1 二点五勾配から一三点零勾配に変更し、その地域に適した植栽を行うことや、乗り面を自然の造形にするために、グレーディングや乗り方の角を丸くするラウンディングを提案。さらに、ドライバーの立場に立って、運転の快適性を高めるため、エンジニアリングにクロソイド曲線を導入することや、視線誘導や対向車線のランプを遮蔽する機能を有する植栽の、 あり方を論じ、こうしてアウトバーン建設局において建築家、エンジニア、はるかエニアによる協力体制が出来上がった。ドイツにおける国家プロジェクトは鉄道建設プロジェクトをはじめとして数々あったが、アウトバーンの建設プロジェクトほど計画初期段階から明確なコンセプトを持ち、その実現のための実施方法が建築家、 造園化等の様々な視点から検討され、その思想や手法が広く、広報されたプロジェクトはなかったと等とは、アウトバーンのプロジェクトを称えたが、一方では、それが、ヒトラーの政権下において、国家の威信を示すために計画されたプロジェクトであり、失業者対策のために建設需要を喚起するという、経済的な背景と、国民が一丸となって、プロジェクトを支持する。 制作的プロパガンダが不可欠であったという背景もあった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。